ヨーロッパカヤクグリは全長約14センチメートルの小型のスズメメの鳥類で本種の他は山岳種から構成される岩ヒバリ科のうち最も広範囲に及ぶ種である。ヨーロッパやアジア西部に自然分布するほか、ニュージーランドにも移入分布し主にソリンや低木地、庭園及び池垣に生息する。本種は淡か主で特徴のない外観を持つが 繁殖においては多様な配偶様式と得意な交尾行動が認められる。また、格好の仮親としても知られている。英名はダニックであるが、時にヘッジアクセンター、ヘッジスパロー、ヘッジ、ウォーベラーとも呼ばれる。英名のダニックは、褐色のイノケルト語、ないし、英語のダンと指正字のマイナスオックによるとされ、また、英語のアクセントは、後期古典ラテン語からのもので、 他で歌うものを意味する。学名のうち、俗名のプラネラは、ドイツ語のブラウネルと同様、中世ラテン語のプラニスイコール、ブルーノストエリアより、褐色のノイである。種商名のマジェラリスは、ラテン語モジュラスより、調子よく歌うノイで、オスの心よいさえずりに由来する。全長約699九9140兆、14センチメートル。 体重約699計8210兆2 1ム。平均値では、オスの方がメスより、わずかに大きい。ヨーロッパ小ドリガイの鳥で、外観はほとんど泡褐色であり、上面の縞模様の背や、全体の形は、小型のイエスズメに少し似る。また、褐色を帯びた仮面と、虫食い類のように先の、よく尖ったくちばしを持つ。 成長の頭部及び胸は灰色で、頭上や耳輪は灰褐色。死ゆほぼ同色であるが、オスの方がメスより、やや頭部や喉に灰色みがある。足は赤褐色。大雨服の縁には単色の細いブチがある。ヨーロッパの温暖な西部及び南部の地域から中東のトルコやイラン北部、それに高ーカサスなどに流暢として生息する。 北方の地域では夏鳥であり、冬季は寒冷地から南にわたり、北ヨーロッパの個体は主に9月から3.4月の間、南方で過ごす。アフリカ北部でも少数が越冬する。中東では主に流潮として生息するが、冬季にはイラン北、西部のほか、イラク北部、キプロス、イスラエル、ヨルダンなどでも見られる。ニュージーランドには、 19世紀の1865年から1896年のうちに、果樹園の外中抑制のために、イングランドより移入され、現在、チャタム諸島、アンティポデス諸島、オークランド諸島、キャンベル島を含むほぼ全土にわたって分布する。新葉樹林やーリン、低いヤブが茂る、森林、ソリン、低木地、ヒース地帯、農工地、公園、庭園。 池垣などに生息する。時に、市街地の空地及び雑木のある沿岸の崖や砂丘にも見られる。山岳種として、山地で繁殖する他の岩ひばり類と違い、本種は旧北区の南方分布域を除く、山地帯には生息しない。八屋種に分類される。雑木林や池垣にいて目立たないことが多い。水浴びをすることが知られ、地上を走り乾かした後、 地面で日光を浴びる。ヨーロッパカヤクグリのさえずりヨーロッパカヤクグリ、さえずり止まり木でなくヨーロッパカヤクグリ、ヨーロッパカヤクグリの地鳴きは、主に寒高くて、持続する、チープ、チーップと高く震わせる声で、しばしば鳥の声がなければ目立たない場所を示す。さえずりは、チリチリチリ、ティップチッテリティップチッテリ,ティッ,チッテ,リティップと4から5秒間隔で繰り返される。早くて、 細く鈴の音用に鳴き、味噌サザイと混同されるが、より短くて、弱い、優しいさえずりである。また、巣に捕食者が接近すると、ツイープと高い声で鳴き、巣にいるヒナに危険を伝える。繁殖期であるカキのうちは主に昆虫や幼虫を採示し、陶器になると一般に様々な種子を採食する。単独もしくは、つがいで足を引きずるように歩くかまたは、 跳ね歩きながら、開けた場所で採事する。繁殖期は3月下旬から8月にわたり、移入されたニュージーランドでは8月から翌2月にかけて繁殖する。縄張りヨーロッパカヤクグリは、縄張りや巣を脅かす他の鳥類と争うこともある。縄張りは、雌雄それぞれに有するが、重複している。時にオスは縄張りを共有し、かつ、厳格な順位性を示す。 それにもかかわらずこの社会的優位性は通常不正が群れのオスの間に共有されることから繁殖に関して優位のオスの利益にはつながらない。さらに群れの個体はほとんど類縁でないことから争いが生じることがある。メスの縄張りの範囲にはほとんどの場合他が入る余地はない。しかし時に複数のオスが複数のメスのいる一つの縄張りを守るために 協力する。オスは群れの中で強い順位性を示し、以前に生まれたオスが優位のオスとなる傾向があり、そして1年目のオスが通常2番目となる。研究からは近縁のオスが縄張りを共有することはほとんどないとされる。メスに近づくためのオスの努力量は通常餌の分布によって影響を受けるメスの領域の広さに依存する。餌が豊富な地域に生息する場合、 メスの領域は狭くて、オスが占有しやすくなる傾向がある。それに続く、ハイグル様式が口実するように、オスには高い繁殖の成功を、メスには比較的低い結果をもたらす。餌のない場合には、資源不足に順応するためメスの縄張りは広くなり、オスはメスを占有することがより困難なことになる。そのため、この場合には、メスがオス以上に、 繁殖の優位性を得る。ハイグル様式ヨーロッパ化クグリは繁殖において多様なハイグル様式を有する。本種は多くの場合が一サイタフであり、メスは一度に2羽またはそれ以上のオスと繁殖行動を取る。一サイタフは鳥類の中では非常に稀で鳥類の種のうち1%以下がそのような交配様式を示し、大多数は1羽のオスと1羽のメスが繁殖する。 一夫一夫である。このような配偶様式は、求愛する、オスの間の生死競争を生じさせる。オスはメスへの交配接近を争い、DNA 型鑑定では、繁殖力のあるメスへの占有接近の成功に、応じて、一帰りのヒナの中にしばしば異なったオス親がある、ことを示している。オスは交尾の成功に比例して、ヒナの世話をするため、 二羽のオスを認めることは珍しくなく、一般に二羽のオスと一羽のメスが一つの巣でひなに給仕しているのが見られる。その他の配偶様式もまた、メスに対するオスの比率や縄張りの重複に応じてヨーロッパカヤクグリの個体群に生じる。一羽のメスと一羽のオスの縄張りだけが重なり合う、時には一歩一歩が優先される。 時に2から3カ所の隣接したメスの縄張りが1羽のオスの縄張りに重なり、オスが数羽のメスを占有する場合などは1、一夫多妻が選択される。多夫多妻もまた、2羽のオスが共同で複数のメスのいる縄張りを守る場合に認められる。この配偶様式は、シギダ鳥類やタイラムネ類の他ヨーロッパカヤクグリなど一部の名菌類にも特異的に見られる。しかしながら、 自然界で見られるヨーロッパカヤクグリの最も一般的な配偶様式は一サイタフである。個体群にもよるが、オスは通常一夫多妻の個体群において最良の繁殖性高度があり、メスは一サイタフの場合に優位性を持つ。研究ではヨーロッパカヤクグリの配偶様式の可変性が明らかにされている。豊富に餌が認められる場合、 メスの縄張りの広さは大幅に縮小する。その結果、オスは、より容易にメスを占有することができる。このように、配偶様式は、メスの成功に有利に働くものから、オスの成功を促進するものへと転換することができる。交尾行動ヨーロッパカヤクグリのオスは、交配前に、メスの総配室空をつつくオスは、機会を得るとメスに接近して、後ろで跳ねる。 同意したメスはうずくまり、羽毛を膨らませるようにして、左右に下げた翼を震わせる。メスの周りを興奮したオスが回るうち、メスは尾を上げて、左右に震わせ、総排出空を露出させる。オスは交尾の前に、メスの露出した総排出空をつついて刺激することにより、メスが最近交尾した他のオスの生液を排出させ、自身の不正を確実なものにしようとする。 刺激されたメスの総い、よくから前に交尾した別のオスの生死を含む小敵が排出され、オスがそれを確認した後、交尾が行われる。交尾はほんの数分の1秒であり、数秒を要する多くのスズメメの鳥と著しく異なる。ヨーロッパカヤクグリは1日に100回以上交尾できると言われ、メスは繁殖の初めのうちおよそ10日間は1時間に、 約2回の割合で交尾する。映草・産卵ヨーロッパカヤクグリの巣と、卵卵卵角標本ヨーロッパカヤクグリは、低木林や、新葉樹林、ソ林、公園、庭園、沿岸の崖などの低く、藪が茂る、通常、地上1.8メートル以内の場所に、小枝、葉、苔、細根を主な巣材として、小さく整った湾型の巣を作り、中に、三座として、 重毛や毛糸、苔のような柔らかい素材を敷く。イギリスでは3月より映像が始まり、時に、ツバメや、黒ウタドれの古巣も利用する。メスは、約699系8200丁20、ミリメートル15ミリメートルのブーチのない青緑色の、卵を4から5個、稀に3個または6個産み、放卵もメスが行う。14から15日で孵化し、ひは、 すがいの死ゆ及びもう1羽のオスなどにより育数される。ヒナは12から15日で飛べるようになるが、さらに14から17日間は給治を受ける。育数、給治一服のヒナは、母鳥の集団に依存し、1羽のメス、または、時に、オスの援助のある複数のメスや、常に、オスの手助けのある複数のメス、あるいは、複数のメスと複数のオスによって育てられる。 つがいのオスとメスは同じ割合でヒナの世話をする。また一方、死ゆのつがいともう一羽のオスの場合、二番目のオスよりもメス及び優位のオスの方がより多くヒナの世話をする。メスがオスから逃げ去ることのできる領域においては、優位のオスと二番目のオスの両方が同等に給仕を分担する。この最後の様式はメスにとって最良の仕組みを示しており、それは 最大限の世話とヒナの成長を確実なものとするのに役立つ。ある研究では、一切タフあるいはタフタサの様式において、オスは自分のヒナと他のオスのヒナとを差別しない傾向があることが認められた。しかしながら、彼らは不正の確実さに応じてその求人に変化をつける。もし一羽のオスが特定の交配期間に一羽のメスに多く接し、 そのため成功受精の可能性が高い場合、そのひなのためにより一層世話をすると考えられる。ヨーロッパカヤクグリは、格好の仮屋でもある。1912から1933年、イングランドのエセックスにおける調査では、拓乱のあった509層のうち、302層がヨーロッパカヤクグリの巣であった。現在、イギリスの農地や森林の周辺及び、 低木地における格好の拓乱は本種に特化している。格好は他の狩親が卵を区別することを学んで以来、狩親に合う卵に進展させたが、ヨーロッパカヤクグリの場合、その卵は無地で他の岩ヒバリかの種と同様に青みを帯びており、拓乱される卵と似ていないにもかかわらず、格好の卵を受け入れている。これは本種が 歴史的にそれまで拓乱されてこなかったことから、似ていない卵も受け入れ、そのため格好もこのカリオヤに似た卵を産まない、ことによる。格好は、カリオヤが卵を区別するようになると、卵を似せるように進化すると考え、ヨーロッパカヤクグリの深までの放卵日数は12から14日で、あるが、格好の卵の場合は11日であり、約1日前に帰った格好のヒナは、カリオヤである。 ヨーロッパカヤクグリの卵や後に帰ったヒナを巣から追い出す。格好の拓乱について、調査の鳥たちの議会ザパーラメント・オブ・フールズでは、誇張言場が格好に対する一つにあなたを育ててきたヨーロッパカヤクグリを枝の上で殺すもの、と言って非難している。また、シェイクスピアのリア王、キングリアでは、王が不実な娘たちを溺愛し続ければ、 その娘たちに滅ぼされることを、同家は伝承を上げ、ヨーロッパカヤクグリがあまりに長く格好に餌をやり、とうとうその雛に頭を食いちぎられとリアンに語っている。ギルバート・ホワイトは、セルボーンの博物詩ザ、ナチュラルヒストリーアンティキティス・オブ・セルボーンの中で、ヨーロッパカヤクグリが偽の卵のひどく不均衡な大きさに呆れることもなく、 格好の卵に座る気になるのかと不思議に思うのは、もっともだが、その理性のない生き物は、大きさ、色、あるいは数の概念がほとんどないのだろうと記している。聖職者、博物学者であるカヨオモリスは、1856年、A History of British b i r s でヨーロッパ火薬栗について、控えめで、静かで寡黙だが、内気でなく、その振る舞いや習慣は謙虚で質素であり、 その衣服は地味で気取らず、同時に、いつもきちんとして上品であるとして、ヨーロッパカやくぐりの質素な生活を手本として、見習うよう皆に勧めた。しかし、これは、本、ありがとうございます。